これは私も好きな車なんですが、シュボレーのエルカミーノですね。で、このシュボレーエルカミーノは内容的には全く同じだが、シュボレー版はエルカミーノ、かつてフルサイズだったが、今は1977年まで出題前のインターミディエットベースに生産は一部カナダでも行われる。エンジンはシュボレーの 3.8 リッター V6 が標準で、4.4 リッターと5リッターの V8 がオプション。カリフォルニア向けに同5リッターの他にビリックの V6 が付く。変化球は 3.4 段とオートマチックで、ベーシックモデルが業務用に使われているところもあったということで、非常に、豪華な、ね、まあ、車で、まあ、アメリカ車って豪華なんですからけども、こういう高級車をですね、こういうピックアップトラックに使ってしまおう、仕事用の車としても改造してしまおうっていう、そういうところがやっぱアメリカらしさであって素晴らしいですね。たとえある意味逆に言えば仕事で使うからこそ実用的なものも同時に使うけども、こういう豪華な内装にした豪華な高級車を使おうっていうね、こういうところがすげえなというふうに思います。で、これは似たような車でですね、GMC のキャバレットディアプロっていうのがあるんですが、まあそれと似てるんですね、これね。で、それのエルシブレー版のエルカミーノっていうやつで、GMC の、キャバレットディアプロの、エルカミーノ版みたいな感じでね、なかなかこれないんですね。で、どちらの車もやっぱりこうかっこよくできています。今これだとかっこよい系のでいくと、オーストラリアのタイフーンっていう自動車メーカーがあるんだけど、あの特徴、あのピックアップトラックってのもあれもまたいいですね。だこういう感じの車を日本でも使えるようにしてもらいたいなというのがあるんですが、日本は残念ながらこういう感じの高級車を使ったピックアップトラックみたいな、こんな感じのがなかなかないんですよね。まああるとしたらハイラックスサーグみたいな、感じぐらいで、まあこういうやつがないんですよ。こういうのがいいなというふうに個人的には思いますね。で、これでこういうふうに開けると、まあこんなふうになっててね、非常に良いなっていう感じです。で、こういうふうにピックアップトラックで、この後ろの形というこのデザインが非常に気に入っています。で、マジョレットの、まあ、ミニカーですね。ちょっともう長い年月がね、もう30年近く以上かな、経過してるんで、ちょっと痩せれた感とかはあるんですが、まあ、なかなかこういった車というのも非常に魅力というか良さをこう感じさせていただける、まあ、車に仕上がっていて非常にいいなというふうに、ね、思う車